マジワクワクするんだけど。見てて画面。すっげえ、マジかよ。なんだこれ、なんでこんなの映ってんの、どうなってんだこれ。原因は今あれ変わんない、どうなってんだよ。ウケた、笑った、どうやっての全然わかんねえ。すっげえな、手品ってあんなさ、すっげえな。あと一個だけ、あと一個見せるよ。この辺でいっか。何すんの。だったらどうする。ウケる。ヒロ、本当に本当にお前本当に獅子神ヒロじゃないんだ。俺に比べればお前なんて全然悲惨じゃないじゃん。明日から学校来いよ。でもまだ頭の中整理ができない。こんな現実でこんなこと。あのさ、え、俺のこと殺したりしないよね。何それ、ひってえな。あ、ごめん、かなり傷ついた、ひってえ。心はヒロそのものなんだよね。そっか、ごめん。でもさ、普通にこれからも学校行くの。どうすんの、もう勉強とか就職とかしなくてもいいんだよね。なんかもっといたずらとかじゃなくて、こうヒーローみたいなさ、人救ったり。ヒーロー、ヒーローか、めんどくさそうかな。そうだよな、確かにスパイダーマンとかよく無償で人の命助けるよね。あ、そうだ、なんか商売始めるとか。もういいよ、俺のことは。今日はお前を学校に戻すために来たんだよ。お前をリンチした奴ら教えてくれたら俺が殺してやる。いや、ダメでしょ、殺しちゃ。いや、いいでしょ、本気で言ってんの。本気。明日朝迎えに行くから。うん、直行の家出たとこ。でもあいつ俺のこと学校に行かせるためにわざわざ来てくれたんだよな。小さい頃から一緒だったヒロだ、間違いない。直行へこんでたけど、でも絶対また学校行かせる。うん、あいつおかしくなっちゃうの。でもあいつ俺のために奴ら殺すって。え、父さんが日曜釣り行く行く、やった。でも飼ってた犬死んだ時あんなに泣いてたやつだぜ。人なんか殺せるわけ。頭がごちゃごちゃして